皆さんおはようございます、ヨッシーです。今日もビックリマンワンダーコレクションやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、私ヨッシーですね、このゲームガチャをかれこれ600連ほど引いております。で、実際ねめちゃくちゃ引きが悪くて、なんかコメント欄で見る限りみんなめっちゃいい引きしてるんだけど、コメント欄を見る限りめちゃくちゃ僕引き悪いんですが、今日はですね600連引いてだいたいどれぐらいのキャラクターが揃っているかっていうのをね皆さんに見ていただこうかなと思います。ただねちょっとまだねシャーマンカーンを当てていないので、一旦ねシャーマンカーンを当てに行きたいと思いますんで、まずはそちらのガチャから見ていってください。それではやっていきましょう。はい、ということでまずはガチャを引いていきます。こちら残り9日で終わってしまうトラブルアラビアンガチャということで、実際この140連引きましてアリババ1体のみでございます。なんというピックアップでしょう。はい、ということで、今日はですねとりあえずシャーマン缶を手に入れに行きたいと思います。とりあえずですね200連すれば、こちら交換することができるので、200連引けばいいということです。はい、なのでとりあえず石もあるので、引きに行きますということでやっていきましょう。ということで残り60連ということで引いていきたいと思います。はい、このガチャを見ていただいて、うわーもう最低保証、意味がわからない、本当に意味がもうこれよくあるんだけど本当に。はい、ということでこの1枚に全てをかけていきたいと思います。いきます、せーのが、はい、チーン。ということで20連目いきたいと思います。マジできついこのガチャ、本当にこのゲームのガチャきつい。次いきます。さ、頼む来てくれ、ドン。嘘だろ、2枚はきついよ、2枚じゃ当たんないでしょう、頼むって。いやでもここで引き当てるのがヨッシーだ。見てくれみんな、この2枚に全てをかける。みんな見ててくれ、いくぞ、せーのが、はい。よかった、アリババ来てくれた、よかったよかった。はい、ということで、30連目いきたいと思います。いきます、30連目、さあ来い来い、シャーマンカーン。待って、1,2,3,4 枚か、4枚ならまだね希望はあるかもしれない。いきます、せーのが、はい。ということで虹になってくれたらシャーマン缶と言いつつですね、虹になった瞬間フェニックスだった過去があるんですよね。悲しい過去です。といきます、せーのが、はい、チーン。40連目いきたいと思います。いきます、いやー吉は本当にシャーマン缶ってどこで、もう最低保証、嘘だろ、マジかよ、みんなこれじゃ引きたくなくなるよね。運営さんこれを見ていたらね、これじゃ引きたくなくなるよ。いやでもこの1枚を当てる男、これを1枚を当てる男、よし、いきます、せーのが、はい、もーん。はい、ということで50連目いきたいと思います。では皆さん見ててくれ、そろそろヨッシーは引き当てる、いくぞ、自力で引き当てる男ヨッシーだ、いけ来い。いやー待ってよ待って、2枚しか来てないんだけど、2枚しか来てないけど大丈夫、全然当たらんやん、全然当たらんやん、シャインスターがめっちゃ手に入るけどね。ということでこの2枚を全てをかけていきましょう。皆さんいきますよ、せーのが、はい、チーン。はい、ということで、60連目いきたいと思います。負けるなヨッシー、頑張れヨッシー、いきます、負けないぞ、頑張るぞ、頼む来い。ちょっと待って、2枚しか来てないの、マジかよ、2枚じゃ出ねえだろう、頼むって、頼むよ、みんなこの苦しむ姿好きかい、もう苦しい、泣きそうだ。ということでいきます、この2枚で出します、シャーマン缶、せーのが、シャーマン缶。おお、来た、マジこれがシャーマン缶、イエーイ、来たぜ、神がかった引きを見せる男、よし、全然神がかってねえけどな、
ああ、ということでこれで交換ポイントたまったのか。ということでね、ちょうど200連を引き終わったところでこの、交換ができるようになりました。でこちらのね、トラブルアラビアンに関しましてはですね、まあ2択しかないです。なので、まあ、これはねヘッドを交換することでおすすめします。うん、なぜかというとヘッドってマジで手に入りにくいから、とりあえずこのヘッドをおすすめします。ということでちょっと確定なんで安心して見ていこうか。みんな、うわー全然当たらなかった、あー全然当たらなかった、はい全然当たらなかったな、悲しい。お、虹になったぞからの、これは何だろう、一体何が出てくれるんだろう、わシャーマンカーンだっていう風にね、まあこんな気持ちになれますんで、ぜひね皆さん200連引いたら、このように、まあ、演技していただいて、うん、ガチャを引いてください。はい、まあこんな感じね、大体で、皆さんこちらの場合ですね、この冒険の始まりの場合は誰を交換した方がおすすめですかというお話もあると思うんですが、まずおすすめはですね、持ってないキャラをおすすめします。ただしヘッド限定ね、ヘッド限定なのでスーパーデビル、フェニックス、ゼウス、ジュラ、ゼウスね、うん、ここですよ、ちゃんとここは勘違いしないように、交換の場合ね、この桃太郎たちっていうのはねもういっぱい出るから、この辺は気にしないでください。なのでこの上、スーパーデビルから上ですね、こちらの方を交換してください。うん、でまあ持ってない方、特におすすめなのはスーパーゼウス、なぜかというとかなり使い勝手がいいからですね、なので、まあ、スーパーゼウスを激推しします。うん、でまあスーパーゼウス持ってたら次はスーパーデビルとかかな。スーパーデビルもかなり使い勝手がいいので、まあ、そこら辺おすすめです。はい、ということでね、ちょっとボックスの方一緒に見ていきましょう。まあ大体600連ぐらい引いて、まあ、どこまで手に入ったかっていうお話なんですが、まあ基本的に大体キャラクター出てるんですけれども、まあ、1体だけ出てないですね。出てないのは若ゼウスですね。はい、このおじいちゃんではない若いフレッシュなゼウスが出てないだけ。うん、あとのキャラクターは出てます。はい、で、今現状ですね、星2のキャラクターはですね割と扇覚醒終わってるんですが、まあ、ちらほらね扇レベルがですね5になってないキャラクターがいるんですよね。まあこういうやつだね、ジャマキングだったり、あとはこれかブッダ三蔵、あとはうん、それで2体だけですね。ブッダ三蔵とこのジャマキングだけがレベルが上がってない状況ですね。星3キャラクターはですね、そうですね、あんまり被ってないんですよ。うん、まああんまり被ってない、ヘッドに関してはね。うん、まあここかな、この、フェニックスとデビルが、1個ずつ上がってるぐらいかな。うん、で、この星3のキャラクターもね、ちらほらね、ちらほら奥義がねマックスになってるやつがいるぐらい。でもさすがにね、星3のキャラクターをマックスにすることはなかなかできてないかなって思いますね。うん、ちょこちょこはできてるけど、っていうか星3キャラクター少ないね。何気にこれぐらいしかいないんですね。なんでまあ持ってないキャラクターが若ゼウスだけかな。うん、で後のキャラクター持ってます。でまあ体感なんですが、まあ今回ですね、完全に貴族性がかなり強くなりましたよね。うん、やはりこのキャラクター2体も追加されたらかなり強くなりましたね。なのでですね、まあ貴族性キャラクターをとりあえず鍛えてパーティーを作り上げておけば、まあある程度ねクエストとクリアすることができるんで、まずは貴族性キャラクターをしっかりと集めてやっていただければいいのかなっていう感じですね。うん、ただしまあクエスト等でね行き詰まってしまったら、属性に有利なやつをね、しっかり育てていただければ、しっかり勝てていくと思うので、まずは貴族性パーティーをしっかりと鍛えて、でそれからまあ行き詰まってしまったら属性が有利なパーティーを組むと僕的には全然進めると思うんでね、皆さん頑張ってください。でまあとにかくさ、今回のイベントもそうだけど貴族性がかなり大事なんで、皆さん頑張ってね貴族性パーティーをしっかりと強くして戦いに挑んでください。はい、ということで、あとですね、コメントでいただいていたんですが、星2のやつをどのキャラクターを星を上げた方がいいですかというね質問をいただきました。まあ
その質問に関しての答えなんですが、まずですね、基準となるリーダーですね、リーダーがしっかりいるかどうかで変わってきます。なので例えばですが、紫属性でいうスーパーデビルがいるかいないかでまた変わってくるんですけど、もしスーパーデビルがいるなら、このデビル G とかの星を上げていただいて、強くすることもおすすめします。なぜかというと、やはりですね、リーダースキルが強くないとなかなか生かすことって難しいので、なので、まあ、そこら辺を考えながら育成するといいかなと思っております。なのでこちらのクジラさんとかね、クジラさんとか全然強いんですけれども、ぜひね、バカゼウスがいたらですね、まあ一緒に組み合わせて星も上げていただきたいと思います。ただ、まあ、この星系美点に関しては、まあ、今のイベントでかなり使えるので、まあ育てて損はなしですね。なので各イベントでちょっと変わってくる節もあるので、まあ、その辺は皆さん考えながらぜひね、育成の方してみてください。まあ、ヨッシーのおすすめとしては、まずはリーダーを基準として考えてしっかりと育てていただくのがね、おすすめになっております。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。まあね、ヨッシーのガチャ本当にね当たらないんですけれども、まあ皆さんにこうやって見ていただけているのでですね、まあ心はちょっと穏やかなままになっております。うん、これで皆さんに見られていなかったら私は闇落ちしてます。闇落ちです。ということでね、まあ朝のリフレッシュ、チョコレート食べていきたいと思います。はい、ということで皆さん、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございます。本当にここまで見ていただいた皆さん、神です、モスターです。ということで、今からチョコレートタイムに入っていきたいと思います。今日も相変わらずチョコレートはスパイファミリーになっております。さあ、次は何が当たるのか。なんか当たりっぽい当たりは、まあ、1回しか出てないかな。なんだっけ、ブラックゼウスとアーニャだっけ、なんかそんな感じだったよね。ということで今日のシールは何でしょうね。それでは開封の儀を取り行いたいと思います。開封の儀です。皆さんいきます。まずはこちらの紙をポイしていきます。そして今日のお供はローソンのコーヒー、こちらはですね無限20円引きエンドレスになってるんで、コーヒーになっております。はい、ということで、まあ、心を落ち着かせたところでシールを見ていきましょう。皆さんいきますよ、シールいきますよ。覚悟はいいですか。緊張するな、ガチャより緊張するかもしれない。いくぞ、せーのが、はい、なんでしょう、なんだこれ。ちょっと待って、顔が言ってるおじさんにしか見えない。なんだ一体。ちょっと待ってね、見ていきます。オスタニアの国家統一党総裁、大企業デズモンドグループの経営者、平和を脅かす危険人物としてウェスタリスが注視しているというキャラクターらしいです。うん、もう確かにね、顔がやべえ、みんな見て顔がやべえ。ちょっと待って、グリーンバックのせいで見にくいけど顔がやべえんですよ皆さん。ちょっと画像でも貼っておきますね。はい、ということで、なんか敵っぽいのしか出てこなくなってきたよね。どうしたんだろう。はい、ということでチョコレートタイム入っていきたいと思います。皆さんいきます、いただきます。うーん、おいしいです、最高です。てかさ、そろそろこのダメチャレをね、真剣にやっていこうと思います。うん、これさ、報酬まで結構いるよね。ハイスコア410万まで必要だから、相当頑張らないと手に入らないんだよね。なんで今からですね、ダメチャレの攻略をやっていきます。で、うまくダメージ出せたら皆さんに、まあ、こうやって出すんだよっていう風にパーティー等をねお話しするんで、まあ、ちょっと頑張ります。皆さん待っていてください。いただきます。てかスーパーゼウス出てくれんかな。この若ゼウスが欲しいんだけどね、なかなか出ない。てかね、こっちも天井なんだよ、どっちみちあと30連で終わりなんで、まあ、ちょっと引けたらもう終わりかなって感じ。うん、このガチャのムービーなくなった？なんかスーパーゼウスが戦ってるとこあったよね。なくなったのか、今あれかな、ピックアップ来てるからなくなったのかな。はい、ということで最後の1枚いただきます。はい、ということで今日もチョコレートごちそうさまでした。
ということで、皆さんここまで見ていただき誠にありがとうございます。次回もまたやっていきますんで、よかったら次回もまたご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。